はい。ズームパートナーズの大森です。今回は身近に生えている危険な木のお話をいたします。身近に生えている危険な木というような感じですねえ。危険な木を知らないとですね、うっかり怪我をしてしまうこともありますし、最悪の場合にはね、死んでしまうというような時もね、あったりします。そんなね、危険な木を今回は紹介するというような感じになります。知っておいた方がいいというような感じですね。まあ、安全にねえ、危険から身を 守るためには知っておいた方がいい木という風な感じになっております。種類がですね、結構たくさんありますんで、一気にね、ざーっと紹介していくというような感じになります。まあ気になる木があったらですね、まあ一時停止をしてですね、えー、詳しく調べるというような感じでね、いいんじゃないかなと思います。まあ、もうちょっとね、こう枝の感じが見たいよとかね、葉っぱの感じが見たいよっていうところがあったとしてもですね、一気にね、たくさんのちょっと木をですね、紹介していきますんでね。 ま、その後ね、あの、復習のような感じでね、えー自、自分でね、調べていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね、最後までお付き合いいただきまして、参考にしていただけたらなと思っております。えー、役立つ情報を発信しておりますんで、ぜひチャンネル登録、今のうちによろしくお願いいたします。ということでですね、早速解説の方していきます。えー、まずですね、一つ目の危ない木はですね、毒のある木。毒のある木をですね、一気に紹介していくというような感じになります。世の中にはですね、なんと毒がある木が存在しているんですね。まあ、知らなかった方もね、もしかしたらいる んじゃないかなと思います毒があるのはですねとっても危険というような感じですまあ、順番にね代表的な木紹介していきますまずはですね強畜棟強畜とですねまあ、写真この辺ね出ておりますんで強畜とですね花実根枝全部に毒があるというような感じでね全部毒ですで周辺のですね土壌植わっているねその周辺の土も毒の影響が出ると いうような感じのことがあるという感じですね。で、えっと、不要度にする際にもですね、1年程度はね、残ると、毒が残るということになってありますんで、ぜひともね、影響が出ますんで、注意が必要になるというような感じで、強畜等というのがまずあります。で、もう一つはですね、みしきみね、結構有名な木なんじゃないかなと思うんですけれども、きみ、こちらもですね、花や実、根っこ、茎の全てに毒があると。 いうような感じでね。まあもう全部ですね。特にですね、種子、種がなるんですけれども、その種はですね、食べると死んでしまうというようなこともあります。先ほどのですね、強竹糖もですね、食べたら死にますんでね、気をつけていただきたいんですけれども、強竹糖はですね、ちょっとあ、すみません、話が前後するんですけれども、強竹糖はですね、焼いた煙を吸っても中毒になると。まあ、しきみの場合はね、それちょっとないんじゃないかなというところなんですけれども、まあぜひともね、注意していただきたいなというところです。あとはですね、エンジェルトランペット。これね、朝鮮朝顔っていう名前なんですけれども、エンジェルトランペットね、こ 見たここことととああるるる方いいいいんじじゃないかななか思います。すちらの木ににもででね、ね、全部に毒がううよ感れしきみ、エンンジェルトランペット結構ね、有名な木だと思うんですけれども、これはですね、どこの部分を口に入れても死ぬ可能性がありますというような感じの木になってますんでね、えー、以上の木はですね、かなり有名な毒のある木というようなところなんですけれども、まあね、有名なところだけを今ね、3本ピックアップしてますんでね、育てる場合にはですね、毒がありますんで、扱いに注意が必要になるというような感じになりますね。 まあ切ってですねその樹液がですねこう目に入っちゃうっていうとですね失明しちゃうっていうこともありますしまあなんかね 口、あーって開けたまま切ってね、バーって入って、もうちょっとね、あの、その毒が回っちゃうっていうこともあったりしますね。まあ、そんなね、い、そんな、ちょ、ちょっとのやつで死んだりとかっていうことは基本的にはないとは思うんですけれども、やっぱりね、あの、その体調だったりとかね、体質だったりとかっていうのにもよりますんでね、ぜひともね、そういった木がある場合ね、気をつけていただきたいなと思います。で、この3種類の木なんですけれども、結構いろんなところにね、植わっ ている木なんですね。歩いているとですね、普通に見かけると、結構あります。普通にもうあります。そこら辺に <laughs> よく見ればね、あるというような感じです、えー。街中の公園、普通にね、あの、住宅地の公園だったりとか、あとは遊園地などの施設でも見かけるということが普通にありますね。それ普通に置いてて、普通にわーんと生やしてて、花がなっててあ、あの木綺麗だな、何かな、恐竹島みたいなね。そんな感じでね、普通にあるというところです。特にですね、恐竹島に関してはですね、私。 私が住んでいる千葉県、私ね、千葉県に住んでいるんですけれども、千葉県ではですね、えー、湾岸沿いの国道に街路樹として、 え、ね、たくさん植わってるというような感じなんですよね。湾岸沿いにね、いっぱい植わってるというような感じです。え、京畜島はですね、大気汚染などの郊外に強いというふうに言われているんで、そういうね、国道沿いとか、まあ湾岸ね、工業地帯って言われてるね、あの辺にこういっぱい植わってるというような感じです。工業地帯だったり、交通量の多い国道沿いに植えられているということが結構あると。まあ千葉県からね、僕ちょっとあんまりね、旅行以外で出ないんで、なんとも言いがないんですけれどもね、まあ他のね、県、 不動いろんなね、ところに行ったとしてもですね、交通量が多い国道沿いのね、結構植わってるんじゃないかなと。あとはですね、そう、有名なね、結構有名な工業地帯っていうところにはね、結構普通に植わってるもんなんじゃないかなと思いますんでね。まあ、強とね、気をつけていただきたいです。で、私はですね、まあ、子供が3人いるんですけれども、これらの木、まあ、3本ね、 紹介したんだけど、その3本の時はですね、子供が間違ってね、口に入れてしまうということはね、もしかしたらあるのかなってちょっとね、常々ね、子供と一緒にいる時は、えー、思っていてですね、えー、そうしてしまわないようにですね、注意をしているというような感じです。まあ十分にね、注意して見ておく必要があるんじゃないかなと思いますね。まあ大人の方は大丈夫だと思うんですけどもね、まあ何かを間違って口に入れるってことはまあないと思いますんでね、大丈夫だと思うんですけれども、小さなお子様がいる家庭ではですね、ぜひとも注意をしていただきたいなと思っております。まあ間違っ ててもね口にには入れてししままわなないいいいようたただきたいなと思いますバーベキューとか行った時にね、ちょっとなんか燃やせる木ないかな木燃えますからね。なんか燃やせないかな言ってね、それ強畜等でやったらね、危ないんでね。ぜひともね、そういう強畜としきみ、エンジェルトランペット、これね、覚えていただきたいなと思います。二 <laughs> つ目の危ない木はですね、トゲのある木。トゲがね、たくさんあるという木が、 結構ね、存在しているんですけれども、まあ、棘あるものね、有名なものだと、やっぱりね、バラ、バラね、結構有名なんじゃないかなと思います。バラ全般ね、ほとんどのバラが棘があるというような感じなんですけれども、一部ね、棘がないというようなバラもね、実は存在しております。有名なものはですね、木工バラという種類のバラは、棘がね、 ないというような感じです。ですけれどもね、年、年月が経っていくうちにですね、たまにね、トゲが出てしまうっていうこともあるそうです。まあ、基本的にはトゲないというような感じで木工バラですね。で、あとはですね、えー、有名なの、もう一件紹介していきますんでね、えー、ボケ、ボケっていうのもね、存在してまして、ボケもね、トゲ結構ありますね。自生しているものはですね、草ボケというふうに呼ばれているそうです。まあ、高さはね、2メートル程度までにしかならない低木というような感じですね。春にですね、綺麗なお花が咲くというような感じの木、ボケですね。あとはですね、ピラカンサ。 これはですね、時はンザしというような感じでね、言われているものなんですけれども、まあ普通にね、庭木としてね、植えているよということもね、結構あったりする木になります。ピラカンサですね。えー、庭にね、勝手に出てくるっていうこともありますね。その実をですね、鳥が食べてですね、その糞がしてですね、えー、そこから出てくるというような感じがね、結構多いのはピラカンサです。えー、赤い実のものがですね、ピラカンサで、オレンジのものもあるんですけれども、オレンジの実のものはですね、立花もどきというような名前でね、ちょっと違うと、まあ同じなんですけど、同じではないんですけれども、 ちょっと違うというような感じです。あとはですね、山椒。山椒ですね。えー、こちらもですね、庭にね、勝手に生えてくるというような感じでね、あの山椒ですね。あの、うなぎにかけるね、山椒ですね。まあ、土壌にかけたりしますけれども、山椒です。こちらもですね、庭にね、結構すぐに勝手に生えてくるということがあってね、トゲが鋭いというような木です。オスとメスがありますんでね、一個植えてあったからといってですね、お、山椒なるんだなって言って、そのままにしといても、ならないというような感じなんですね。えー、まあ、オスとメスがあります。であとはですね、柚子 ゆずね、私、庭木としてね、結構好きなんですけれども、か普通にね、庭木としても人気のある木なんじゃないかなと思います。しかし、やっぱりね、トゲがかなりすごいというのねね、棘がね、カッチカチで硬いんですよね。あれも危ないですよね、トゲね。柚子ね、結構大きくなりますんでね、普通にね、5メートル、6メートルとかになりますんでね、そうなった時にですね、結構お手入れするのが大変になるというところでですね、まあもしね、柚子植えるよというような方はですね、えー、柚子ね、えー、大きくならないように僕はした方がいいんじゃないかなと。大きくならなくてもね、2メートル、3メートル、 メートル程度でもね結構身いっぱいになりますんでねそんな5メートル6メートルって、ね、しなくてもいいんじゃないかなと僕たちは思いますんでまあ、植える際には、ね、トゲがあるんで、えー、大きくなりすぎたらですね対処するのがとっても大変になるというのを覚えておく必要があるんじゃないかなと思いますですけれども私はねゆずが好きというところですあとはですねザクロ ザクロね、ザクロあの、食べるザクロですね。食べれるザクロです。ザクロもですね、庭木としては結構ね、比較的によくね、増えてあるんじゃないかなと思います。ザクロも棘が結構あるというような感じでですね。ザクロはですね、特徴としてですね、幹がね、こうぐーっとこうねじれたような感じに見える風に伸びていくと、ねじれてるんですかね実際ぐーっとねねじれてね、伸びていくんですけれども、あれね、ザクロ特有なんじゃないかなと僕はね、ザクロか、あの、鶴のね、何かこう、 えっと、植物ぐらいなんじゃないかなと思ってるんですけれどもね。昔ですね、何かのテレビで見たんですけれども、何かのテレビで誰かが言ってた曖昧な情報なんですけれども、幹がねじれた木がある場所はですね、パワースポットだよっていう風にね、ものすごい言ってる人がいたんですよね。もうそれ多分パワースポットの話が好きなですね、パワースポットの達人とかだと思うんです。パワースポットの達人って誰なんですかね。わかんないんですけれども、とにかくですね、そういうかなんかオーラが見える人、ね、たまにテレビ出てる人いますよね。あああ言った感じの人がですね、木がねじれて いる場所はパワースポットだよという風にね言ってたのを僕は覚えててですねえザクロは必ずねじれているというような感じですねえその理論でいくとですねザクロはパワースポットなのではないかなとは思うんですけれどもちょっとねその辺のことはちょっと僕にはよくわからないんで実際のところはどうなのかなただねザクロがねじれているっていうのは本当のことというような感じになっております最後はですね木ではないんですけれども草ですねちょっとね厄介な草トゲがある草を紹介いたしますえアザミアザミですねアザミアイ えー、トゲがある草なんですけれども、茎もね、結構太くて、引っこ抜くのもね、苦労するというような感じです。まあ見つけたらね、早い段階で抜く。まあもしかね、切るしかないんじゃないかなと思いますね。これ以外にもですね、えー、いろいろな種類のトゲのある木はたくさんね、存在しております。まあ結構ね、有名なところでね、出してたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ他にもね、いろいろとあります。えー、トゲがある場合にはですね、えー、お手入れをする時だったりとか、枯れた枝などでも怪我をしてしまうよというような感じですね。 枯れた枝がね、折れてですね、こう、落ちてて、それ踏んでもね、普通に足にね、あの、棘刺さりますんでね、そんぐらいの強いやつもあるというような感じなんで、注意が必要になるというところなんですけれども、まあ、お手入れする際のですね、対策としてはですね、できるだけ棘を確認してですね、棘ね、もう見えてますんでね、と、その棘が刺さらないように確認してですね、枝を切るようにするか、もしくはですね、革の手袋をすると結構防げるというような感じですね、革の手袋。 革の手袋やったら結構ね、刺さんないで済みますんでね、1000円ぐらいで売ってるんじゃないかなというところでですね、トゲのある木やるときにはですね、革、えー、の手袋ね、するのがいいんじゃないかなと思います。まあ、掴む部分だったりとか、邪魔な部分、トゲがね、邪魔な部分は、トゲをですね、切って てしまっても問題はないというような感じですね。まあ、ただね、トゲすごいんでね、全部の枝の全部の棘切ってたらもう、どうにもならないぐらいの感じだと思いますんで、そうじゃなくてですね、切るところのですね、トゲがね、ま、刺さらないとこ、持つとこだけね、とりあえずトゲ切っといて、こう持た、持ってね、切るというのでね、いいんじゃないかなと思います。 まあ、とにかくですね、刺さってしまったらですね、かなり落ち込みますんでね、特にね、こうなんか指の先端だったりとかね、なんか取なな、取れないな、取れないな、つってね、ずーっと悩んじゃうっていう原因になりますんでね。まあ、私としてはですね、まあ、刺さらないように注意して、なおかつ皮の手袋というような感じがいいんじゃないかなと思います。あと3番目はですね、折れやすい木。折れやすい木というのも存在しております。これはですね、柿というような感じですね、柿ですね。柿の木はですね、かなり折れやすいというような感じです。これはですね、お手入れをするときなどに枝にですね、手をかけているとですね、折れて危険 変な目に合うことがあるというような感じですね。ですんで、まあ柿ね、別に折れやすいからといって、だから何だろうなと、こう見る分には別に問題ないんですけれども、家にね、こう柿植えたいなって。 とかね、なんか、植わってる柿をですね切、切らなきゃいけないなって言った時にですね、他の木に比べてですね、折れやすいんでね、こう手で捕まったりとかね、もうそこのボケン結構太めのところでもね、折れたりしますんでね。ですんで注意をしてくださいというような感じです。お手入れの際には注意が必要になるというような感じで、えー、折れやすい木柿というのを紹介しておりますで。まとめといたしましてはですね、今回はね、たくさんの木を紹介いたしました。改めてね、一気に復習していきます。まずはですね、毒のある木、強竹刀、敷み、エンジェル、トランペットですね。まあ3種類ね、今回紹介していると。 というような感じです。次にですね、トゲのある木、えー、バラ全般とですね、えー、ボケ、ピラカンサ、参照、ユズ、ザクロ、木ではないんですけれども、アザミというのを紹介しております。最後にですね、えー、折れやすい木というので柿を紹介しております。まあもちろんね、今回紹介したもの以外にもですね、たくさんね、危険な木というのは存在します。まあ草でね、危ないよっていうのもね、もっともっといっぱいありますんでね。まあ草とこ,こトゲがあるやつしかね、紹介してないんでね、トゲあるやつだと、あと、ワルナスビとかいうのもね、あったりしますんでね、ぜひとも気をつけていただきたいんですけれども、 ま、有名なものばっかりね、今回は紹介しております。他にもですね、気になるようであればですね、調べてみてもね、結構面白いのかなとは思います。まあ、お手入れだったりね、庭にあったらちょっとね、注意しないといけないとかね、公園にあるよっていうのもね、今回紹介しておりますんでね。ま、ぜひともね、皆さん覚えていただいてですね、危険を回避していただきたいなと思います。え、怪我やですね、毒にはね、注意をして、え、楽しいね、庭木を見る生活を送っていただきたいなと思っております。ということでですね、今回は身近に生えている危険な木の話をしております。え、チャンネル登録、 グッドボタン、そしてですね、質問ありましたらコメント欄のようにいただけたらなと思っております。私はですね、造園業、植木さん、庭師さん、業界全体が良くなるようにと思いまして、この動画、このチャンネルを作っております。ぜひ、応援の方もいただけたらなと思っております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。